ディフェンダー山田拓実。ステージへご登壇ください。佐藤明選手です。ジェフェルソン・バイアード選手。我々のゴールキーパー陣の中でもその中に、その経験を落とし込んでいただきたいし、山形の J1 昇格のために自分の持っている全ての力を出し切って頑張るので応援よろしくお願いします。毎日の練習を本気で取り組み、お互いを高め合っていきます。温かい拍手をお願いいたします。なんかもう大物が半端ですね。ご存知かと思いますけれども、2018シーズンをもちまして、現役生活を引退させていただくことになりました。まあ選手やってると、プロでやってると、自分の思い通りにうまくいくことっていうのは本当に1割か2割なんですね。新ユニフォームのお披露目でございます。今回のセカンドユニフォームはホワイトベースに蔵王の樹氷をイメージしたアイスパターンを配置しました。フィールドプレイヤーのセカンドユニフォームと同じデザインで鮮やかなフラッシュオレンジでデザインしました。出さなきゃいけないなという引き締まる思いと、いよいよ今シーズンも始まるなという楽しみな気持ちでいっぱいです。